こんにちは、アシスタントのスラです。本日は連勝聖地を解説します。迫力のある空間魔法が際立つ伝承ですが、まずはキーポイントから見ていきましょう。最初に連勝聖地のキーポイントを3つほど説明していきたいと思います。1. トップクラスの火力と範囲を誇る攻撃。伝承はキューブ状の外部から繰り出される強力な空間魔法を駆使して戦います。モーションが長いという欠点がありますが、火力と範囲はトップクラスの性能を誇ります。近距離寄りの攻撃を得意としているので、スキルの射程は考慮して立ち回るといいでしょう。 2. 速度は遅いが無敵状態の長距離移動。魔法クラスなのでダッシュを持ちませんが、空間転移という特殊な移動を持っています。速度は遅めですが無敵状態で移動でき、接近から危機回避まで幅広く使えます。ステップのような細かい移動はできませんが、持久力がなくなるまで移動が可能です。 3. 連勝バフの CT を短縮できる固有スキル。連勝聖地が持つ時空加速というスキルは、一定条件で連勝バフの CT を短縮します。連勝バフは魔法攻撃力やクリティカル確率を上昇させる優れた効果を持っています。 CT 短縮によって回転率を上げられるので、結果として狩り効率の向上を見込めるでしょう。次におすすめスキルを6つ紹介していきます。空間閉鎖は左右前方の順序で打撃魔法を加えるスキルです。使用後に命中力増加のバフがかかるので、格上狩りの際役に立ちます。継承思想は両手に力を込めて前方に突進するスキルです。今後継承の記憶でターンするので、追撃による取りこぼしの処理を行えます。大崩壊は上空から空間魔法で前方広範囲を殲滅するスキルです。攻撃力広範囲、防御力低下のデバフ、そして前方ガード付きと優秀なスキルになります。アトレの源はアトレの力を外部に込めて周囲に放出するスキルです。自身の周囲を攻撃できる数少ない技で、追撃スキルアトマギアにつなげられます。宮殿放流は雷雲を呼び寄せ、周囲に雷撃を与えるスキルです。覚醒武器から引き継いだスキルで、自身の周囲を攻撃できる数少ない攻撃になります。亀裂の輪は外部の空間に飛び込んで移動するスキルです。無敵状態あるいはスーパーアーマーで長距離移動でき、連勝の機動力を支えます。ポリの森はモブの配置が規則的で、危険なモブもいない初級狩り場の一つです。連勝聖地でも簡単に殲滅できますが、スキルの発生が遅く素早い狩りはできません。隠した狩り場では攻撃力の遅い攻撃は不要なので、できるだけ早い攻撃を入れていきましょう。また機動力もそこまで高くはないので、ダッシュを多用する狩り場は効率が出にくいです。星の墓場はモブの配置が規則的ですが、強敵が多い上級狩り場の一つです。散らばったモブは範囲攻撃で巻き込めるので、集める必要がないという強みがあります。連勝バフも含めて攻撃力が高いので、高倍率の攻撃で一気に殲滅していきましょう。ただ遅い動作によって攻撃を受けやすいので、 HP には気をつけて狩りは行いたいところです。いかがでしたか？今回は連勝聖地の解説をお届けしました。ブログでも職業解説を紹介していますので、チェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。